夜明けまで Let's dance
謝はありなくちゃ。
さんこんばんは。元気？今日は私のカウントダウンのコンサートにこんなにたくさんの皆さんおいでいただきまして本当にありがとうございます。今年は初めての東京ね。ここのところずっと大阪が続いておりましたけれど、東京で、今年はね、やらせていただくことになりました。はい。いよいよもう来年の話です。はい。今日は12月31日ね、いよいよ2006年最後の日になりました。この最後の日にこうやって皆さんとね、ご一緒することができて心を一つにして1987とカウントできるかと思うともう本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。カウントダウンというのはちょっと普通のコンサートとは違って大変時間との戦いというところがありますよね。はい。こうやってお話をしていても刻々と時間がこう迫ってくるわけなんで、まあ今日はですね31日こうやってねお目にかかることができたのでいろいろお話もさせていただきたいと思うのですが、もしかしたら途中で音楽がバッと始まるかもしれません。それはもうあなた時間よということなんですね。すいません。はい。私も時間をちゃんとこう確認しながら、進めさせていただきたいと思いますので、はい。最後までどうぞよろしくお願いします。いかがでしょうか今年のカウントダウンの選曲は。皆さん楽しんでいただけてます？もうね私も歌いながら皆さんがね大きな声で歌ってくださってるのがもうよく見えて もうものすごく興奮しちゃったんですけども、はい。でもまだ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 これからですから、はい。ねえ、ちょっとお水をいただいてもよろしいですか。もうね私さっきからもう張り切っちゃって。本当にもうなんだか、はい。それでは曲の方行ってみようかしらねえ、はい。続いての曲はこれは私自信があります。はい。これは多分皆さんがイントロが慣れだした途端にもうおーと言っていただけるんじゃないかと思ってますけど、もう前からすごいリクエストが多くって、やっと今年実現しました。なんだかわかる？どうして？はい、それではとりあえず行ってみるね。3曲続けてお送りします。まずはこの曲からどうぞ。Shut up.
な一緒に大きな声で歌ってね。月明かり青い岬にママの目を結んできたわ。真夜中に指なすなんてあなたって恋うつもり。街目にキスしていいのなんてムードを知らない人。ああ「
野崎陽一。Yeah.
する」「きっと先生から結ばれる運命ね」「神秘的な笑みをあなたは浮かべると」Yeah.
はい、ありがとうございました。本当にどの曲も皆さん大きな声で歌ってくださってとっても嬉しいですね。えすごく懐かしい曲がね、出てきたと思うんですが、なんか私も歌いながらこう自分の人生を振り返ってなんかちょっとじんとしたり、してくるんですけども、でも歌って本当に不思議ですね。まあ青春の夕日を私が歌うと私のあの頃のことがこう蘇ってきて本当になんか懐かしくなったりね、胸がキュンとしたり、きっと皆さんもそうじゃないかと思いますね。え青春の夕日が聞こえてくると皆さん、ああ僕は私はこんな感じだったななんて、思われるんじゃないかと思いますけど、本当に音楽って歌って素晴らしいもんですね。はい、ありがとうございます。ピーチシャーベット、ちょっと元気な歌が続いた後はしっとりとバラードをお送りしておりますが、ちょっと気になる時間ね、バラードを歌いながらも時間がちょっと気になってるでしょ。ちょっとどのぐらい、あと1分くらい、本当、あと1分で歌に行きなさいよと、あ、わかりました、はい、あと1分くらい、1分くらい、お、じゃああんまり時間ないな。じゃあ歌に行きましょう。何ないのよ時間がさ。そうそうそう、ごめんなさい。それで歌なんですけど、これ私23年ぶりぐらいじゃないかと思うんですよ、次の歌。そう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 、もう早く行きなさい。わかりました、はい。ですから皆さんももしかしたらすごい久しぶりかと思いますけど、もう大好きな曲なので今日はお送りします。どうぞ皆さんよかったら一緒に歌ってください。じゃあ聴いてください、どうぞ。I'm not afraid to die.
I'm not afraid to die.
沢敏子。
どうもありがとうございます。ねえ、プレゼント皆さん大きな声で歌ってくださいました。もう本当に懐かしいですね。はい、もうありがとうございます。さて、気になる時間ですけど、もう結構近いんじゃないね。あ、本当。じゃあちょっと気になるから時計さんに登場していただきましょうか。皆さん、はい、それでは参りますよ。時計さんどうぞ。5分34秒。うわぁ、ちょっとどうかしら。この5分20秒私がつなぐんですよ。皆さん、もうすぐ2006年本当に終わってしまいますけど大丈夫？なんかこう思い残すこととかある？ない？ああ、それは良かった。じゃあ素晴らしい1年だったですね、皆さんね。ああ、それは良かったですねえ。まあ、私はもう何より今日この瞬間を皆さんとね一緒に迎えられることが本当に幸せで最高の1年ですね。本当にそう思います。はい、さあバンドの皆さん、ちょっと今日はあのね下の方でいらっしゃいますけど、小倉さん、あと4分36秒ぐらい6秒じゃなくて、ごめんなさい、30秒ぐらい、4分30秒ぐらい、どうですか？あの、今年のカウントダウン、この前の人、ね、うん、いらっしゃった方は、あ、去年いらした方、カウントダウン、いらっしゃいました。また今年も初めて会う人が皆さんですから、素晴らしい、また会えたなんて、ね、本当に、あの、まあ、去年はちょっと大阪だったからちょっと遠くて行けなかったっていう方もあったかもしれませんけどね、今日は東京なんで、まあ、東京、もちろん東京だけの方じゃなくていろんなところから皆さん来てくださったと思うんですよ。名古屋、大阪、ねえ、本当にそんなこと言ってたら3分44秒。まあ本当にね、あれですね、皆さん、あの、今年も熱い応援を皆さんにしていただいて本当に幸せでした。あの、これからも皆さんの応援にお応えできるように頑張っていきたいと思います。本当に今年は皆さんありがとうございました。そして来年が皆さんにとっても本当にね良い年になるように心よりお祈り申し上げます。本当に一緒に頑張っていきましょうね。はい、あと3分。あ、皆さん、あの、サイリウム持ってらっしゃいますか？まだそれは折らないでね。はい、まだ折らないで、年が明けて私がじゃあそろそろポッキンって言ったら折ってくださいね。はい、それではどうする？2分50秒。なに、ドキドキしてきたよ。2分45秒だもんだって。年明けまで2分そこそこよ。そこそこ、あ、もう、あー、もうダメだこりゃ、もう30秒になっちゃうよ。あ、はい、はい、この音楽が鳴りましたら 2分30秒ということですけど、皆さん心の準備は大丈夫？19876543210は言わなくていいの、ね、はい、1分45秒になる。もうすごいな、ドキドキしてきましたね皆さんね。間違えないようにちゃんとやらなきゃいけないからね。
しないといけないのよね。結構乗り遅れるからさ、私ちょっとダサいから、いや、ほんとほんと去年ちょっとそういう傾向にあったから。いくよ、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。乗り遅れなかったね。よかったです。皆さんも上手ね、バッチリでしたね。本当によかったです。本当におめでとうございます、皆さん。はい、本当ね、もう皆さんいろいろ明けおめとかいうのが出てますよ、いっぱいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、メンバーの皆さん、水野さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうですか？いや、今年はなんかね、僕はイノシシ年なんで。あ、年男です。年男、はい、どうも、なんかいい年にしたいなと思ってます。どうも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、年男、はい。林さん、どうですか？あ、いや、もうこんな大勢の中で、こんな大きなステージの中で新年迎えられてとっても楽しいです。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。高田さん、どうですか？明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。もう皆さん最高です、ね、これからもう、この先どん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 盛り上がっていくんで、一緒に盛り上がりましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。野崎さん、どうでしょう？はい、僕は実は去年が年男だったんですけど、はい、年男が終わってしまって非常に残念な、ちょっとブルーな気持ち。いえいえ、一人だけ。皆さんいいですね、ハッピーな感じで。あ、でも僕も頑張る、ハッピーになるぞ。そうですよ、頑張らないとね。大丈夫です。はい、蛭田さん、どうぞ。
僕は全然年男とは関係ないんですけど、はい、いつもいつもね、やっぱり年末にこうやって、カウントダウンでもライブができるっていうのは本当にいいですね。本当ですね。最高です。はい、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげですね。はい、じゃあ代表でりょうさんどうですか、最後に。 おめでとうございます。もうみんな本当にもうこの忙しい時期に来ていただいて、はい、ね、本当に良かったです、あえて。はい、本当にありがとうございましたね。お姉さんたちも大丈夫ですか？時計さんの隣にお姉さんが並んでます。すいません。ちょっと話。すいません。はい。そんなことはどうでもいいんですけど。はい。それでは、年が明けました。年明けの歌。私はいろいろ考えました。今、私はってなってしまいましたけど。でもやっぱりこの歌かなと思いまして、ここで皆さん、どうぞサイリウムをお出しいただいて。はい、私も持ってます。チェンジレッチッチン、チェンジレッチッチン。はい、皆さんいいですか、持ってらっしゃいますか。はい、じゃあこれをみんな一緒に降りましょう。じゃあ準備していきます。じゃあ私がポッキンって言ったら追ってください。はい、じゃあいきますよ。せーの、ポッキン。今ポッキンの音がすごかったですよ。あ、おお、きれい。すごい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 。皆さん見えますか？きれいね、ほんときれい。ありがとうございます。私にもちょっとポッキンさせてくださいね。ちょっと乗り遅れたわ。ちょっとマイクがあってできないんですね。なってる？なってる？あんまり自分じゃ分かんないのね、なってるかなってないか。なってる？ああ、よかったよかった。皆さんもなってる？はい、あ、よかったよかった、なってるなってる。そうじゃ、じゃあみんなポッキンできたところで歌どうでしょう、行きましょうか皆さん。はい、それでは2007年第1曲目、この曲でいきます。皆さんともう本当にこの瞬間こうやって一緒にいられたことを感謝して、そしてこれからもずっとなるべく多くの機会皆さんとこういうふうにお会いできることを楽しみにしながら、そして皆さんの幸せをお祈りしながらこの歌を一緒に歌ってください。 Only My Love です。You are only my love, my love, my love.
こちらから見てるとものすごく綺麗で、そして皆さんがこうやって振ってくださって一緒に歌ってくださって、もう本当に本当に感動しました。ありがとうございました。はい、ねえ、なんかこう何とも言えない気持ちでいっぱいですけどね。今年の抱負ね、今年の抱負はそうね、まずやっぱり何しろ健康第一ね、体が元気で、そしてやっぱり好きな歌をこうやって歌っていけたら、そしてこうやって皆さんと、なんかなるべく多くの機会にお会いすることができたら、もうそれだけで、はいありがとうございます。いやもう本当にね、本当に幸せだなと思います。やっぱり私がこうやってカウントダウンをやるって言ったら、皆さん駆けつけてくださって、こんなに素晴らしい応援をしてくださって、なんか心が一つになれた感じっていうか、最初からずっと、私と同じようにこう立って大きな声でリズムを取って歌ってくださって、もうそれだけでもう最初から胸がいっぱいに今日は本当になってます。はい、まあ、いえいえ本当にね、ですからどうぞ皆さんも今年お元気でね、別にこれで終わるわけじゃないですけど、ちょっとやっぱり健康第一ですよね。本当にお元気で頑張っていただきたいと思います。そしてまた皆さんの輝く笑顔にお目にかかることを楽しみにしています。本当に皆さんありがとうございましたね。本当に皆さん2007年頑張ってください。私も頑張りますので、一緒に頑張ろうね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは2007年になりまして、ここから2007年バージョンになります。はいラストスパートですね。いよいよメドレー入ります。ただ今年はちょっと普通のメロデーメロデーだって普通のメドレーではございません。ちょっとスペシャルメドレー。はい、何がスペシャルかっていうと、時間が長い。はい、なんと20分大メドレー。20分だとこっから相当遠くまで行けちゃうよね。電車に乗ったら相当行けるでしょう。はい、その20分私歌い続けます。はい、
絶対皆さんご存知の歌ですから、皆さんも私と一緒に歌い続けてください。みんな大丈夫？ OK。 それじゃあ暑くなると思うから、この上着をちょっと脱がさせていただいてよろしいですか？はい。それではその間、小倉さんにお話ししていただきましょう。どうぞ。まだ元気残ってます？本当に長いメドレーいきますから、頑張って乗ってください。ずいぶん時間が どうもありがとうございます。ナオミちゃんかわいい。はい、りょ、あら、りょうさんもう終わったんですか？え？十分はい、さあみんな優しいね、本当にありがとうございます。さあ、身軽になりましたので、これで20分行ってみたいと思います。じゃあね、順番に準備はいいかどうか聞いてみちゃうアリーナ1階2階っていう風に言えばいいんでしょ？そうだよね。はい、じゃあ行きます。2階のみんな準備 OK かな？1階のみんな準備 OK かな？アリーナのみんな準備 OK かな？バンドのみんな準備 OK かな？OK！ じゃあみんな大きな声で歌うよ。それでは20分タイムメドレーいってみましょう。まずはこの曲からどうぞ。
Bye.
ダイヤモンドの星空へ向かい飛べ。
皆さん本当にありがとうございました。いやもう皆さんに本当に最初から最後までもうこんなに盛り上げていただいて本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけましたか？よかったです。それではもう一度私の大切なメンバーを呼んでみてよろしいでしょうか？はい、それではみんなどうぞ。はい、メンバーさん、ダンサーさん、みんな、いや本当にありがとうございます。じゃあみんなまだ時間大丈夫？大丈夫？そう、大丈夫。はい、じゃあちょっとね朝まで大丈夫ねえ。はい、2007年になりましたけど皆さんに2007年なんて最初の一言をねちょっといただきましょうか。今日の感想、伊藤さんどうでした？楽しかったです。緊張しましたけど、はい、でもすごい感動しました。ありがとうございました。ありがとうございました。前ごめんなさいね。はい、さあ直美ちゃんは、今年はディナーショーもそして、カウントダウンも振り付けやってくれましたね。本当に大変だったと思いますけどどうでした？はい、本当に元気な姿でこうして皆さんとお会いできる、でこの特別な時間カウントダウンというのを過ごせるというのが本当に素晴らしいなって、嬉しいなって思いました。今年もよろしくお願いします。はい、さあ野崎さんどうですか？はい、すごく楽しくできたんですけども、ちょっと残念ながらですね、僕らはステージがどんな風になっているのかもう全くわからないんですね。なので、3月発売予定の今日の DVD を楽しみにして3月発売予定です。ありがとうございます。そうですね、今日皆さん皆さんの前こうやってね、こうクレーンが動いたりしてちょっと見えにくかったところもあったかもしれませんが、いつ発売でしたっけ？3月発売予定ですね。3月発売予定、野崎さんおすすめのね、DVD の方でまたお茶の間でも楽しんでいただければと思います。じゃあ野崎さんも買ってくださいね。はい、もちろんでございます。何月発売ですか？3月ですね。3月、はい、ありがとうございます。さあ、ゆうたさんどうでしたか？今日やったメニューっていうのはね、本当に今日だけでちょっと惜しい感じがするんですけど、はい、おかげさまで、なんかいいコンサートになったんで、ありがとうございます。ありがとうございます。蛭田さんのもうサックスがね、本当に泣かせますね。本当いい。あ、すみません。はい、水野さんどうでした？いや、楽しかったですよ、本当にね。曲もね、僕も20代の頃にレコードで聴いてた、ウィンディーシャドウとか、はい、シュープリーム、はい、パイナップルぐらいの曲でしょ？はい、そうです。大好きで僕も聴いてましたので、すごい懐かしい。ありがとう。ありがとうございます。水野さんもね、クールに弾いていただいてます。いつもね、ブン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 って言いながらね、はい、本当に素晴らしいです。はい、林さんどうですか？いや、楽しかったです。すごい時間ない中、聖子さんも僕らも、短いリハーサルでこんだけの曲数をやったんですけど、このいっぱいいっぱい感も含めて、楽しかったです、ね。はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ高田さんどうでしたか？いやもうむちゃくちゃ楽しかったです。曲もそうですけど、さっき水野が言ってましたが、もう80年代初頭からもういつも聖子さんの曲はカーステの中に入ってましたから、もうドラムのフィルまでもう覚えてましたから、ね、もう残念ながらちょっと奥でステージ全体が見れなかったので、はい、僕もぜひ DVD を買って家でもう一度よく楽しみたいと思います。何月発売でしたっけ？3月ですね、3月予定ですね。
どうもありがとうございます。はい、はい、ゆきちゃんどうでしたか。始まる前はやはりとても緊張するんですけれども、幕が開く前から皆さんの声援と拍手が聞こえてきて、もう頑張ろうって思うことができました。ありがとうございました。本当にありがとうございます、ね、はい。そして、今年初めて、ね、出演してくださいましたとしこちゃん、どうでしたか。すんごく楽しかったです。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ね、そして最後はやはり小倉さんでしょうね。はい、どうもありがとうございました。私は DVD 買おうと思います。ロックンルージュは私のテーマソングだったので、すいません、勝手にテーマソングにしてたんですよって言ったら彼女がなんでって言いましたけど、そんなことないですよ。ロックンルージュで登場していただきましょう今度ね。それ、皆さん、みんなで明治神宮でも行きます。そうね、本当そうですね、近いですもんね。はい、ありがとうございました。はい、本当にね、どうもありがとうございました。さっきゆきちゃんがね、お話してくれましたけど、私ももう本当に今日はもうドキドキしてたんですけども、もう1回きりしかないですよね。ですからやはりなんかこうまたコンサートともちょっとディナーショーとも違う緊張感がありまして、後ろでもドキドキしてたら皆さんの声援がもうすごく聞こえてきて、もう本当にありがたくて、そうそうそう、本当にありがとうございます。そうそう、これが聞こえてきて、もう私やるしかないと思いました。今日は本当に本当に皆さんに助けていただいて今日はここまで来ることができました。本当に皆さんありがとうございました。それではどうでしょうね、時間がまだ大丈夫ならもう一曲いきましょうかね。はい、それでは皆さんよろしいですか、スタンバイしていただいてお願いします。ねえ、やっぱりなんでしょうね、この仲間っていうかありがたいですね。はい、ありがとうございます。やっぱりいろんな人に支えていただいてこうやって毎日頑張ることができるっていう、最近本当にそれをつくづく思います。今年でデビュー27年目になりました。はい、2007年でデビュー27年なんですけど、もう本当に、皆さんのおかげです。いつもいつも応援してくださって、これからもいい歌を歌えるように頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは皆さんと一緒に、もう一曲心を合わせて大きな声で歌えたら本当に幸せです。最後にこの曲選んでみました。一緒に歌ってください。どうぞ。春色の汽車
本当にありがとうございました。どうぞ皆さんもう一度前へ。本当にありがとう。皆さん大きな拍手をお願いします。本当に皆さんありがとうございました。聞こえてきちゃったね、赤いスイートピー。もうじゃあみんな歌っちゃうよ。もはい、どうも。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。ただこの匂いのシャツにそっと夜メンバー、そしてダンサー、大きな拍手お願いします。本当にみんなどうもありがとう。どうもありがとう。皆さん本当にありがとうございました。みんなどうぞ今年も元気で頑張ってください。そしてまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。今度は夏のコンサートかな、ね、楽しみにしてます。本当にありがとうございました。さよなら。
気をつけて帰ってよ。バイバイ。